帰ってきました。さっきよりいい感じですか？見えてますか？ちょっと一旦配信終わってみたんだけど、手振ってます。良くなった。うん、一回ちょっと配信終わって再開してみたんだけど、今は大丈夫そうかな。もう大丈夫そう。よかったです。こんばんは。ハイビスカスありがとうございます。あんちゃんギフトありがとう。こんばんは。朝の配信から二度寝はしてないんですよ。あの後ずっと私活動してて、私は結構2度寝3度寝4度寝する派なんですけど、珍しく今日はしませんでした。素晴らしい。素晴ら、マグさん音符ありがとう。今日何してたかはね、メールに全部書いてます。ギフトありがとう。ドゥルルルドゥ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 。あ、やばい、ちょっと足つったかもしれない。あ、足つった。あ、足つった。今足つってる。あー、あ、治った。本当だね、しっかり水分補給しないとですね。いや、私さ、足つったらさ、親指こう、足があったらさ、親指がこうあるじゃないですか。このここの親指ね、めっちゃね、ギュイーンって曲げたらね、治るんですよ。いつもそうしてる。ギュイーンって足つったら絶対それしてる。そう、直すコツがあるんですよ。
お、同じ人がいた。そう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 、伸ばすんです。こうやってグーってやっちゃったらもっと痛くなるので、反対にギュイーンって足の指を反らしてあげたら治ります。すぐに釣ったのは足の裏を今釣りました。でも今日めっちゃ歩いたからな。セクシーショット楽しみにしてます。でもなんかね、多分みんなが思ってるより私そこまでセクシーお姉さんじゃないからね、結構ヘルシーなね写真集だと思うよ、私の写真集。割とヘルシーだと思う。ヘルシー姉さんだよ。ヘルシー姉さん。割と健全な方だと思う。うん。今日はね、映画見に行きました。私さ、インサイドヘッドって知ってる？あの映画めっちゃ好きなんですよ。で、2が出て、それをね、公開されたから見に行ったんですよ。あれ、本当に感動するから好きなんですよ。私1も見てて、で2も今日見に行ったんですけれど、やっぱり好きだなって思いました。あの映画好きなんですよ。でその映画見に行ったのね、普通に泣きました。やっぱなんかあれ大人向けなんだと思う。結構大人向けの映画なんじゃないかなって思う。うん、私ね1の方でも泣いたんだよね。そうなんですよ。なんかあの映画泣けるんだよね。なんか自分がすごく好きになります。自分をすごく大切にしたくなる、あの映画見たら。だからすごく好きなんです、インサイドヘッド。今回2で新しく出てきたキャラクターの子がすごい好きなんですよ。いいなーって、いいなーって言ってる子がすごい好きなんです。あのぬいぐるみ欲しい。いいなぁを司る子です。そう、その映画見て、でついでに山を登りました。ついでに軽く山をの登って下りました。ついでに疲れちゃった。めっちゃ今日暑かった。でもね、スニーカーだったからね、
私が持ってるスニーカーの中で一番歩きやすいスニーカーを履いていったから、もうなんかずっと歩いてました今日その後に、そう今日よく眠れそうです。その後にカラオケの練習しました最近ね、私ね桜坂さんめっちゃ聞くんですよ すごい好きな曲ができた。乃木坂さんもね、聞くよ でも最近また桜坂さんが増えました。すごい、なんかね、刺さる曲が多いなと思って、めっちゃ好きです。ウミガメさん、クマちゃんありがとうございます。で、まあいろいろカラオケの練習して、でその後に必要なものを買って帰るつもりだったんですけど、お腹が空いちゃったので、やっぱ夏といえばね、なんか辛いものが食べたいなと思って、キーマカレーを食べて帰りました。でも私ね、肝心なね、ボディーソープとゴミ袋を買って帰るのを忘れてました。また明日買って帰ろう。でも明日はお仕事なので、なんか外に出た時についでに帰るからいいかなって感じです。すごいね、日常感やばいですねアイドルも生活してますからね割と充実してましたね。なんか一日有効活用した感じがあって、めっちゃいいです。そうですね、なんせやっぱたくさん歩いて汗かくのいいですね。ウォーキングの大事さを感じました。汗かくっていいな。でもさ、外歩いたら日焼けするじゃないですか。だから日焼け止め塗ってマスクして帽子かぶって歩くんだけどさ、もうめっちゃ汗かくんですよ。でもうね、もうなんかね、一人サウナしてるめっちゃ汗かく、地獄。でも日焼けしたくないから絶対にマスクは外さない、帽子も外さない、日傘も絶対に
ね、暑さよりね日焼けしないことをね取るんです。本当に天敵です。日焼けしていいことないです。こんばんは。タタ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 タキングさん、マイクありがとう。やっほー。ザッキーさん、ハートありがとうございます。ちょっと喉が乾燥するのでお茶飲んできます。こんばんは。喉でね、喉寝てんじゃない、歌ったのとエアコンで喉がちょっとやられてますね。ゴーさん、音符ありがとうございます。わがままな流れ星、もうだいぶってる間に、わがままな流れ星かないで。月にはうさぎがいるな。ずっとエアコンつけてるね。エアコンつけてないの？
扇風機で乗り越えてるの？すごいね。え？すごい。のぶろうさん、けんけんさん、やっちんさん、しそうのうろうさん、キングさん、ギフトありがとう。わがままな流れ星って2人でしたっけ。誰とやってみたいか。誰だろう。ていうか私以外の誰かが2人でやってほしいです。私と誰かじゃなくって、私以外の誰か2人がやってる姿を見たい。そう、自分は入らない。誰だろう。誰がやってそうかな。君はウサギがいないんだ。あー確かにゆらちゃんとシミサラでやってほしい。なんか可愛くなりそう。ベニラナさん、もちはなさん、ハートありがとう。なんかまだ反抗期が終わってなさそうなメンバーがやってほしいですね。私はもう反抗期終わってるので。キングさん、マイクありがとう。私は終わってますよ。ぶんちゃん、かわいい、ありがとう。私はね、何か曲やるとしたら、なんだろうな、何がいいかな。何がいいでしょう。こんばんは。私やっぱりキャンディーしたい。ドド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 ドじゃんじゃんじゃん。キャンディーひとさん、口に入れて舌のその上で転がすのよ。甘くてちょっと酸っぱい。元気ランララララララ。エビバリエビバリさん、ランララ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 。ご中心石バイクでちょっとそのへんまで、土曜日の昼下がり、
二人。じゃあキャンディーは高崎愛子でやりましょう。写真集予約しました。お、ありがとうございます。そうだな、そうだな、勇気、仲さ、ギフトありがとう。トリケラトプスと、そうなんですよ、高崎愛子を取るとトリケラトプスができなくなり、トリケラトプスを取ると高崎愛子ができなくなるというジレンマが。何かどっちかって言われたら、どっちか一つ選んでって言われたら、ちょっと私は決められませんね。どうしましょう、うん、6人でやればいいんじゃない。6人じゃないわ、5人、5人でさ、5人でなんかしたらいいんじゃない。5人何かあるかな。トゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥルトゥトゥル、君はガーフェン、ガーフェン、僕のガーフェン、ガーフェン、ずっと大好きだったよ。ラブコールに、ダダ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 。12年前の歌なんだ、びっくりびっくり仰天。何がある。5人でチャチャチャラララチャ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 ララチャ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 
テレレレッチャテンチャチャテレレレッチャテンレッチャレレレッチャレレ。とりあえずさ、高崎愛子でさ3人で何かして、で、あの高3組ね、サラピとさやかりんとリコチの3人で何かして、で、鍋焼きで何かして、で、ゆらさらで何かして、とりあえず一旦これでやったら綺麗じゃないですか。で、で、リネタンはリネタンはもうソロソロで、ソロでやってほしい、なんか曲を悪気やってほしい。あ、リエタンの悪気みたいな。ちょ、見てみたいんですよ私、一回リネちゃんの一人のステージを、たった一人であの爆発力をどうやってステージでどうやってステージで見せてくれるのかっていうのをね、一回ソロで見てみたいんですよ。だからちょっとあえてユニットじゃなくても一人っていう、うん、でやってくれると思うっていうね。うん、で、さこちゃんとゆなゆなはなんかめっちゃバキバキなやつ踊ってほしい、ダンス、ダンス曲、ダンス曲見たいな、あの二人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13。今2期生って何人いる ?13 人とか。ヘリアンさん、ハートありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13人か。キングさん、ノブロー V さん、ユウスケさん、イワちゃん、ナカサさん、ギフトありがとう、サビヤマさん、ありがとう、13人か。じゃあやっぱり1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13人ってことは誰かちょっと一人やっぱソロやってほしいですね。よし、リネちゃんに任せよう。
トトトトトトチャン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 。そうだな、でもね、さこちゃんとゆなやなのねダンスの系統ちょっと違うから、いやでもねダンスが見たいんだよね。なんかさこちゃんはしなやかなよね、なんかめっちゃ軽いダンスなんですよね。でゆなやなは綺麗に踊るんですよね、しっかりちょっと系統が違うから。でもなんかその2人のダンス見てみたいな、なんか見てて清々しいんだよね2人のダンス。あでも確かにさこちゃんねスタイルいいからね、なんかさこちゃんも一人でいいかもさこちゃんも一人でいいかも。ゆないなはなんか運動神経の良さ見せてほしいステージ上でなんかバク転とかできるんかな、なんかバク転とかしてほしい元気らしいですがって、タタ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 タ、じゃあ高3組にはジッパーをやってもらおうかな。背中のジッパーちょっと上げてちょうだい、甘えた声で言わると、リコチとさやかりんとサラピにはジッパーをやってもらいましょうめっちゃ見たいんだけど、確かにサラピが嫌がりそう。リコチはオッケーだと思うよ。さやかりんも、さやかりんとサラピがちょっと NG 出しそうだな。それは やらない。それは NG ですって。じゃあ天使の尻尾あたりにしときますか。エビフライさん、キングさん、関さん、ギフトありがとう。あ、でもさ、サラピはさあれじゃん、あの白まみるさん好きだからさ、白まみるさんと同じだよってちょっと言ったらさ、やってくれそう同じ衣装着られるってなったらどうって言ったら、あ、それだったら考えてもいいかもって言うかもしれませんで、そのサラピがやるってなったらリコチもきっとやってくれるってなると思うから、その間に挟まれてさやかりんもじゃあやるかっていう気持ちになって、もしかしたらジッパーさんにやってくれるかもですねいいですねいいよいいよ、いい感じ。でゆらさらは
生意気リップスとかやったらどうですか？ね、あの2人歌うまいからさ、普通にロックになんか歌い上げてくれそう。「生意気リップス」で、そうだな、鍋焼きには何してもらおうかな。おー、いいね。テモテモの涙やってほしい。どんなに会いたくても、どんなに好きでも、目の前を通り過ぎていく。そうだな、いいね。あ、でもそれだったらゆらさらに歌ってほしいの。で、なびゆきはもうなんか、おしべめしべ夜の朝食。いいじゃん、見たい。そう、ありじゃない？で、ゆらさらがテモテモの涙で、高崎愛子がうーん高崎愛子が天使の尻尾かキャンディー。で、リネタンはなんかソロ、どうしようかな。リネタンのソロ迷うな。何がいいでしょう。やっぱワルキーしてほしい。ワルキー、リネキーしてほしいですね。筋肉を触らせてよ、どんな感じなのか。ジョワニと金って不思議なね、これ守って。だってピンクとなんか黒めっちゃ似合いそうだもん。
終わったら3回お辞儀しそう。確かに悪気。でもね、さこちゃんのね右足エビデンスはねちょっと捨てられないんだよね。やってほしい、やってほしいな。ポニーテールでやってほしい、ポニーテールでやってほしいな、踊ってほしいな。愛が欲しいなら膝まずきなさい、右足にすがってソロ挟むのいいな。で、高崎愛子にユナユナを入れる、入れて4人でなんか曲するとか。いいね、いいね。あ、いいね。こんばんわんこそばん、こんばんわんこそばん、そうこう。キングさん、マイクありがとう。ウミガメさん、ハートありがとう。マジックさん、カラさん、ゲストありがとうございます。なんか童謡を歌いたくなってきた。ルッチュチュチュルッチュチュチュルッチュチュチュルッチュチュドン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 。迷子の迷子の子猫ちゃん、あなたのお家はどこですか。お家を聞いてもわからない名前。
12月のカンガルー、寒がりなカンガルー、二人の体温が言葉以上に愛を伝えるよ。タタタタタタ、モノクローム、チャチャチャ。季節が季節が違う。ダフルコートに。8月の歌とかってありますか？夏の歌。夏の歌。夏曲教えてください、皆さん。青いレモンってさ、夏曲ですか？あ、うち、僕の打ち上げ花火。ポニッシュ。定番だね。真夏のサウンズグッドも定番だね。てん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 、世界には愛しかない。打ち上げ花火は楽しいね。なんか今のうちに夏曲歌っときたいよね。一杯の水、さよなら黒ボール、青い海、キラキラ、あなたのダダ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 、もう一度走りたい、あなにゃにゃでが走りじゃ、ダダ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 ダ。そうだよね、せっかく夏なんだから。12秒夏曲なんだ。太陽の奥、誘っているよ。だんだんだ。でもなんか夏曲って言ったら SKE さんとか NMB さんがパッて私は浮かんじゃいます。ごめんねさま、不器用太陽好きです。アスファルトのリプレイ、街はのぼせて、君の自転車がゆっくり近づく、新種来週買う。え、ありがとうございます、よろしくお願いします。9月21日発売です。じわりじわりじわり写真集のオフショットが公開されてますので、よかったらこちら X の公式アカウントぜひフォローしてください。
じゃあカラオケしちゃおうかな。夏曲でカラオケしちゃおうかな。今のうちにたくさん歌っときたいんですよ。多分もう夏曲なんか披露することないから海のその青さ空まで染みる散らばったジュエルがキラキラと輝いて目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった大事なものがそこにあるよ。光と影どこが熱いかとか見当つかない。どれくらい思えば愛しさの形にしてあなたまでちゃんと伝わるの。友達じゃなく恋人じゃない、自由な距離さいつの日にかわかるんだ。何され一番可愛いか、当然私は自信ある。何一白黒つけようじゃないか、夢の中でキスをキスをしよう。
ごめんねサマーっていつも入ってないの気づくんだよね。その熱で街はのぼせてみんなスローモーション君の自転車がゆっくり近づくワンピースの花が風に舞い上がってキュンとさせるよ僕たちは何か始まるのかな好きなのに知り合って口が勝手にシースにイカの話をしている旅行バスが通り過ぎた瞬間さりげなく君をかばう僕は不器用太陽ただ君のそばで照らしてるだけだ言葉にできやしない消極太陽恋する季節がもどかしい感じでじりじり暑いだけだ好きだけど好きすぎて二人腰掛けながらかき氷食べて剥がし見るとかこめかみが痛いとか潮風に吹かれ波を見ていられたらこれもいいから君の一番近くにいるんだからそんな僕の弱気見透かして尖らせた君の唇僕は不器用太陽出会った時からここで燃えるだけじっと動けない臆病太陽近くに行ったら大事な君まで消えちゃいそうでダメだ好きなのに好きだけど好きなのに好きなんだ僕は不器用太陽ただ君のそばで照らしてるだけだ言葉にできやしない消極太陽恋する季節がもどかしい感じでじりじり暑いだけだ青空
寝ないで。川沿いの土手の上を自転車を押しながら沈む夕日惜しむようにゆっくり歩いた。塔が近づいたら僕たちは別の道、なんでもいい話さないと悔いが残るよ。夢を語る君の目が好きだ。いつもの笑顔を見せてよ。抱きしめちゃいけないんだ。さよならが言えなくなるから、僕は無理に冗談言って余計に悲しくなる。抱きしめちゃいけないんだ。君のこと泣かせたくない。靴の紐を直すにして愛しさ我慢してた。空色のワンピースは誕生日にあげたもの。最後の日に選んだのは君の決心だね。少しずつあの川もがキラキラと滲むのは流れてゆく日の名残か、僕の瞳のせいか。すれ違った中学生たち、あの頃つの紐を直すぐり
なんか切なくなるから小豆島へ行こうにします。喧嘩して謝りたいだけど二人素直じゃないし、この状況が続けば100日後に本当にグッバイ路線、それを返したくて悩んでドヨンドヨンしてたエビで、だんだん頭が動かなくなってきて、ふと空が見えた小豆島行こう、不意に思った歌を思惑なんかないけど、小豆島行こう口出してしまった、言ったことありゃしないのに、いかがなぜか僕にもわからない、ピンときた小豆島、本当はデブ症でうんこなんか嫌いでも君とならばいいだっていいよ、おおと取り寄せたよ、青い海も美しいじゃないか、丘の上のオリーブと君と僕とで記念写真撮りたいな、口も聞かなかったウィークデイ、何かきっかけなきゃ I was in yeah、 瀬戸内の風に乗って聞こえてきた Everybody's愛したくて悩んでドヨンドヨンしてた Everyday、 だんだん頭が動かなくなってきて、ふと空が見えた小豆島へ行けばなんとか寝るんじゃない、太陽が味方するよ、小豆島へ行けばなんとか寝るんじゃない、だから急に思いついた、小豆島へ行こう不意に思ったんだ、思惑なんかないけど、小豆島に行こう口に出してしまった、言ったことありゃしないのに、いかがなぜか僕にもわからない、ピンときた小豆島、本当はデブ症で旅行なんか嫌いでも君とならばいいだっていいよ、おお、すごい切なさが一気にどっか行きましたね。いいですね。じゃあちょっと頭元気にいきましょう。
ゲッター、ゲッター、一人なら踊りなよ。ゲッター、ゲッター、訳ありなロンリーナイ。何かを決めたんだろうね。不安になることなんかないさ。ゲッター、ゲッター、グルーヴへ飛び込む。イェーイ。体が動き出すよ。ステップ踏みながら新しいそこにある愛の想いを今日までの経験が未来へのチケット Coming soon 君も僕もチャンスは平等を自分を信じてたらじっと待てばいい。もう僕もチャンスは来るんだ。周りの人と比較したってしょうがない。なな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 。ゲッター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 。自分で決めたことだろうさ、楽しんで始めてみるよ。ダウンゲッダウン。情報感に従え。今までの経験や踏み立て無理無理ならしっかりと目を開けて全てを見逃さよう。コミス誰にだってチャンスはあるんだ。いつやってくるかは見当もつかない。誰にだってチャンスは巡るよ。それだけは絶対信じて待ってろ。なな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 。自分を信じてただじっと待てばいい。君も僕もチャンスは来るんだ。周りの人と比較したってしょうがない。なな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 聞くだろう。なな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 近づく足音。なな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 幸せになれよ。なななななな見た通りだろう。未来の景色だ。君の番が来た。We'll be right back.
散りばめてるような夜景を車から見てるよ。カラオケに飽きた頃でも腕を振り回させる不機嫌、何が一番大切なの、言いたいけどなかなか言えない、ほんの一瞬でもあなたとだだだだ、自分が情けない自分に、よよよよ、じゃ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 、crazy gonna crazy、雪が降る街並みを、brand new gonna take you。鮮やかに色塗って輝く清らかな一度で塗り出た、続いてくよずっと、なんちゃらららららら、ウォー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 、てん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 
チャン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 チャランチャ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 ンアスファルトと陽気につけながら暗闇走り抜けるうん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 何かに怯えていたよ。エドワンレジャーザンゼーゾンジャンゾンゼーティンジャズゾン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 怖くはない Get a fire and I 一人では投げないジャルザナジャルを抱いて You just did that Did you like your song At the last one was on one of your song Please I'll read song If I said the reason was the song This is the one of real one is what I read this for Just like this Yes, in the different Just wanna so tell wanna show show get so the one Oh, 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 tonight Oh, 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 tonight Hey, 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 時に起こせよ movementがっかりさせない自分になんちゃらなんちゃらかんたらかんちゃらかんちゃらなんたらかんちゃらなんとかかんとかかんとかなんちゃらかんちゃらなんちゃらなんとかかんとかなんとかかんとかおーおーおーてないおーおーえわーおーなんとかかんとかかんとかなんちゃらかんたらかんたらなんとかかんとかなななドゥルルドゥ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 ルドゥドゥドゥルドゥルドゥドゥドゥルドゥルドゥドゥはい、小室さんの曲をちょっとね覚えてる限りメドレーでつなげてみました。私はねサバは読んでません。ただ知ってるだけです。歌詞は分かりません。曲はリズムは分かります。私がちゃんと音楽だなって感じたのは松浦彩さんですね。なんか夢タウンで UFO キャッチャーしてたらかかってた記憶あります。ちゃんとそれを音楽って認識したのは松浦彩さんですね。
ちなみに何が流れてたかっていうと、ラ涙色ふん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 あの人と別れることを知りたいっていうのを私が小さい頃初めて、あ、こんな音楽があるんやなっていうのを認識したね、認識したのはその曲です。ちゃんとお店で聞いて、こんな曲あるんやな、ほうほうほう、これが音楽というものなんだなって意識したのがあややさんのこの曲が初めてですね。そうなんです。ちなみに夢タウンはですね、福岡に住んでた時ですね。私小さい頃福岡住んでました。そんな感じでですね、私はね結構ね、音楽に関してはですね、あのですね、意外と知ってるんですね。そんな感じがどんな感じか分かんないかもしれないですけど、迷うな、セクシーなの、キュートなの、どっちが好きなの、迷うな。ファンクラブ、個人のさ、ファンクラブイベントでさ、やろうかな、これ。トト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 トン。ねえ、ドラねえ、お話聞いて。ねえ、ドラねえ、うん。おかしいとしましょう。ちょ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 。それか桃色の片思いしましょうか。桃色の片思い。こじじ、こじじしたら、こじじをするってなったら来てくださいね。頑張って振り付け覚えます。16ビート刻んで、タン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 、皆さんギフトありがとうございます。歌ってる時読めなくてごめんね、ギフトありがとう。こじじ、ロマンティック浮かれモード知ってますよ、ミキティさんの歌真似。ロマンティック恋の花咲く別れの花、いつ花あるに花のあなたに。え、似てません？歌詞わかんないけど。
もう時間ですか？時間やばみ、時間やばみですか？教えてください。あと13分ある。モーニング娘さん、私はスマイレージさん大好きでしたよ。私はあの前田優香さんの亡霊なので、一生一生私は前田優香さんの亡霊で生きていくので。ギフトありがとう。スマイレージさんはあの曲が好きでした。足ブラブラさせてねえ、なんだっけねえ、君は笑わないでよ、君のことをねえ、知りたい知りたい、ずっとずっと頭の中は、yeah! 君だらけ、ふふ、嫌われたらどうしようかしようかな、やるべきこと尽きないけれど、イエーでも甘えちゃおう、ドルルルドンドルルドちゃん、かわいすぎる、かわいすぎる。私がちゃんとアイドルを好きになったユーカリンさんが大好きになった瞬間でした。でも私がユーカリンさんを好きになった、ユーカリンがあー可愛すぎる、これはモダイルってなったのはあれですね、落ち込んでちゃいられない、そこ私は立ち上がる、 Oh yeah My day is happiness 立ち上がる、でもね、これをね、これは私ね、一生ね、これは一生ユーカリンのあのソロの映像ずっと見てた。かわいいかわいいって言ってかわいい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 、
頼ん誰と話してたってまさみとね髪の毛を聞いたことも知らないドゥルルルンドゥルルンドゥル毎週試合ね自転車が変わったねドゥンドゥルルルンサイトを先輩とすごく仲がいいの全部全部興味ない話せなくてもプルじゃない感じです。でも私ハマった頃にはもうさいくつだったっけ結構もう中2中3とかだったんですよ。だからハロプロさんってなんか早いじゃないですか。もうめっちゃ若い頃から入るからさあもう無理なんだと思って諦めこじでした諦めこじハロプロさん正直なところ入りたかったですね昔ね。でオーディション受けたことなかったし入らなかったから今があるんです。そうなんです。だからみんなに会えたんです。トゥ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 あなたにあいはははあなたにあなたにあじゃ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 やってこれた。私は実は卒業しま卒業しますでは男女を読みます。13位マグさん、12位ヒゲメガネさん、12位ハイキーさん、10位ジャボテンさん、9位キンキンさん、
8位カタカナのタカさん、7位ガンちゃんヨッシーさん、6位チバニアンさん、5位シャン君、4位シュージさん、3位ウミガメさん、2位愛媛みかんさん、1位アッキーセブンさん、ありがとうございます。ありがとう。でもね、皆さんね、まだ悲しむの早いんですよ全然。はい、私まだいるんですよ、まだいるんですよ私は。だから、あ、まだいたんだみたいな気持ちになると思うので、まだ悲しまないでください。キャー、言わないでそんなこと。じゃあねー。はい、ありがとう、みんな見てくれて。おやすみー。